こんにちは、広島の久保です。というふうにね、商品がなくても集客ぐらいできると思うんですよ。で、集客をして忘れられないために発信し続ける。で、たまに美味しい情報をゲットしたらみんなの銀行みたいにね、そしたら集客した媒体にみんなの銀行ってあるよってお知らせすればセールス完了ですよね。これで売れる可能性が初めて出てくるわけなんですよ。で、それを積み重ねていくと、まあいずれ収入は月収100万、200万、300万、これはなるんですよ。あとはいくらの商品を用意するか、そして自分の希望するあらりの商品をどう作るかってことになってきます。もう9割ぐらい集客が済んだら商売は完成したようなもんなんですよ。で、集客できる人とできない人の違いってのは、まあ発信し続けてるか発信してない、もしくはするんだけども続かないかですよね。まあそれだけじゃないですかね。この億万長者合宿も何千本とやってますけども、その他の動画もあるわけですよ。インターネット上に久保哲郎商品商店、吉谷拓郎商店っていうのがあって、そこで商品売ってるんですよね。あとは確率の問題じゃないですかね。だから、まあ目的を達成する商品っていうのがあるわけですよ。この商品はどんな目的を達成するためのものですよっていうのがキャッチコピーですよね。で、商品はそのキャッチコピーのまんまの商品を作っていけばいいと。あとはそれを知らせるだけ。非常に簡単なんじゃないですか。みんなの銀行アプリダウンロードして紹介コードいったら1000円入ります。以上でございます。で、1000円ね、入るわけじゃないですか。あとは1000円欲しい人がそれをやるだけだと思うんですけどね。だからこういうのが巷に溢れていて、それを集めるのがビジネス系の発信媒体ってものですから、まあなんて、ある意味ね、儲けるネタを知らないっていう人が儲けてるわけないんですよ。だから後から後から儲かるべきネタがいっぱい出てきて、で、何のネタもない時はその商品をね、儲かるネタを作るみたいなね。で、無限に商売できるわけですよ。だからそういう姿を見ると、あの人は完全に稼いでるなってのが分かるし、稼いでない人ってなんかね、セールスの時だけポンって出てきたりね、忘れた頃にまた出てきたりとかね、するんですよね。これを蛍光灯のような人って言うんですよ。パッとついたらサッと消えたりとかね。そうじゃなくて、私たちはオンでもオフでも輝き続けなければならないんですよ。商品を売るために持ってたらオフなんて必要なくて、オフってのは死んだ時ですからね。いや、死んだ時ですら私商品売れると思いますよね、吉谷さんね。死んでも商品売れるでしょ、我々なら。だって商品ね、勝手にダウンロードしていただいて入金していただいてっても起きると思いますよ。これはアフィリエイトなんて、私アフィリエイトパーティーってのがあったんで東京のやつに、ね、行ってみたんですけども、帰ってきたら売り上げ立ってましたからね。もうすでになんかその並みいるアフィリエイターが一箇所に集中してビジネスしてないのに、帰ってきたらみんな売り上げが出てるみたいなね。ちなみにそこでマトリックスアフィリエイトのメタ流星に会ったというね。かぁ、マトリックス、お前はどうなってるんだ。いってらっしゃい。